格闘カルデラと霧島火山の地形図。右上に小林カルデラ、格闘盆地中央部と霧島山。九州自動車道が盆地中央部を貫いている。格闘盆地西部。手前に九州自動車道エビのパーキングエリアが見える。格闘盆地は鹿児島県湧水町から宮崎県エビの市を呼び、小林市にかけて広がる。 東西約1 5トル、南北5キロメートルのカルデラ製盆地である。マサキ盆地、エビの盆地とも言う。E のノ、格闘、京町の山地区からなる。盆地の北はカルデラ街林山であるヤタ高原。南はカルデラ南園に形成された霧島山に挟まれている。盆地内には川内川が清流し、エビの市街地が広がっている。格闘盆地は、 格闘カルデラと呼ばれるカルデラを起源として形成された。格闘カルデラの形成年代は明確になっていないが、約52万年前に噴出した小林笠森もフラや、約60万年前に噴出した日脇火砕流について、このカルデラを起源とする説がある。約33万年前の大噴火で発生した格闘火砕流は、 薩摩半島と大隅半島の中部位北と人吉市付近及び宮崎平野にまで広がり半径約5 0トルの範囲に溶血業海岸の地層を形成した同時に放出された格闘火山灰は本州中部でも確認されており覆われた面積は約3000平方キロメートル噴出物の体積は合計約100キロ立方メートルにもなる格闘カルデラに 水が溜まり、さらに、霧島山生丹にある栗野だけの溶岩によって、水の出口を塞がれることによって、湖角塔湖と呼ばれる、水面標高約300メートルの石と湖が形成された。この湖の南部は、霧島山の火山活動によって埋められ、残った北部もいる土下細流などによって堆積が進み、最終的には、川内川による湖口部の侵食が進んで排水され、 格闘盆地が形成された。固定堆積物が格闘層群と呼ばれる地層として残されており、湖の水変化の痕跡が川内川の貸し段級として残されている。ありがとうございます。